皆さんこんにちは、マックス宗です。アップバンク株式会社代表取締役社長、マックス宗です。この度はですね、人材募集について、お知らせをさせていただければと思うんですけれども、まあ、2020年入りまして、で、実際に社長に就任をしてからですね、約2週間かな、時間が経過いたしました。で、アップバンクというメディアを通じてですね、今年これから、まあ、どのような、まあ、価値を、どのような、まあ、楽しさを皆様に提供できるのかというのをですね、今いるみんなと一緒にいろんなことをこう考えながらですね、これからああしていこう、こうしていこう、こういうことにチャレンジしていこう、そういう様々なことを話し合う日々を過ごしています。で、そんな中でですね、もう募集をちょっとかけたいと、いくつか、もう定員で言うともう数名ではあるんですけれども、思っておりまして、この動画を見ていただいてですね、興味のある方、ぜひともご応募いただいて一緒に働きましょう。一緒にアップバンクを作っていきましょう。内容を紹介していきます。業務内容、こちらですけれども、アップバンクのコンテンツ制作に携わります。アップバンク .net、ブログメディアと今呼ばれてますけれども、あちらの、コンテンツ制作に関わっていただきます。で、業務の具体的な内容なんですけれども、コンテンツの内容の決定から制作、もちろん自身で制作していただいても構わないですし、パートナーの方、外部のパートナーの方と一緒になって作っていっても構いません。制作の部分。そして、PV、ページビューですね。どれぐらいの人にその記事を、まあ、見ていただけたかっていう、そういう PV の目標の設定から、その管理です。これらを、通して、担当いただくような人を、今回募集したいと思っています。で、イメージで言うと、まあ、これだけ包括してみたらですね、まあ、プロデューサー的な業務内容になるかもしれません。まあ、実務寄りなプロデューサーが一番イメージは近いかもしれないですね。で、経験者の方が、まあ、もちろん望ましくはあるんですけれども、こだわってはおりません。未経験の方でも可能でございます。ぜひともですね、入っていただいたらですね、最初から全てできる必要は全くないです。私だったりとか、まあ、すでにその業務に携わってる、先輩方ですね、と一緒になって、どん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 こう、できるように、最初から全てできる必要はないんですけれども、一個一個できるように、成長していきましょう。そして一緒になって、アップバンクを、まあ、より良いメディア、より良い、サービスにしていけるように、一緒に頑張っていけたらと思っています。で、雇用形態なんですけれども、今回は、まあ、正社員も募集考えておりますし、人によっては、もう特にこのコンテンツの業界に関してはですね、そのフリーランス、独自でこう活躍されている方、いろんなメディアにこう顔を出されたりとか、もしくは自分のその経験とか、自分のこう、なんだ、知識とか、もしくはまあ人脈だったりとか、まあそういったものをよりこう蓄えるために、もうフリーで動きながら、海外どこにでも世界中飛び回りながらみたいな、まあまさに動画上がってると思うんですけれども、バイヤーみたいにね、一人で、バンバンいろんなところで活躍するような人もたくさんいらっしゃるかと思います。なので、正社員にこだわってはおりません。その業務委託であったりとか、もしくはこうプロフェッショナル的な感じで、もうピンポイントにこう業務に対して契約をさせていただく。まあそれ業務委託か。まあ正社員、業務委託、そこまで我々にはこだわりがありません。あなたの働き方に対して、まあ我々が求める場所、まあお仕事になっていただけるということであれば、ご相談させてください。雇用契約に関してはご相談させてください。で、給与、2番目、これは重要ですよね。給与に関してなんですけれども、ご相談でございます。ご相談でございます。もう、はなからこのポストに対して、この給与で探しているということは、今のところ我々、特に想定ございません。まあ、働かれている皆様の、それぞれの、まあ、状況だったりとか、まあ、どれぐらいのコミットなのかとかね、まあ、いろんなことを相談させていただきながら、一緒に決めさせてください。で、じゃあ実際に、面接になったとして、それ何回予定してんのと、採用までに何回その面接って重ねる予定なのっていう質問もまあ来るかもしれないんですけれども、基本的にこの面接回数に関しては、納得するまで。納得するまでと考えています。早ければ1回かもしれないですし、その人の状況とかに応じても、我々のリクエストと、まあその、あなたたち自身ですね、皆様の状況とかミスマッチが多ければ、じゃあそれはどうやったら一緒にやれるかみたいなことをまあ話し合ったりとかしながらですね、落としどころを見つけるまで、じっくり時間使えればと思っておりますので、まあ、特段面接回数に関しては早ければ1回、多ければたくさんみたいな感じで考えています。で、この内容に対して興味を持ってくださった方、うわすげえ、ちょっと楽しそうだな、一緒になってアップバンク作りてえとか、
それこそ本当、もう当たり前なんですけども、近くにまあ私とかね、あのみんなワイワイおりますので、あの職場でずっと働いてみたいと思ってたんだとか、もしくは、なんだろう、今もう働いてるんだけど、あ、ちょうどいいタイミングじゃないみたいな。自分の中で、その新しい職業というか、その新しい仕事にこう挑戦をしてみたいとかね、考えられてる方とか、あ、どうやったらじゃあ応募できるのみたいな話に次なるんですけれども、応募こちらでございます。今回応募に関しては、メールのみで受付させていただきます。まあ実は普段からね、こう言わなくてもずっとメールのみでうちはいつも受け付けてるんですけれども、電話では受け付けておりません。会社の代表電話にですね、電話かけていただいても、ちょっと書類がないとですね、判断何もできませんので、メールにてご応募ください。で、そのメールにはですね、こちら添えてください。履歴書、そして、職務経歴書、括弧写真付き。履歴書、そして職務経歴書、括弧写真付き。こちらはですね、メールに添えていただきまして、で、まあ、人材募集の件みたいな、タイトルで。で、これら書類を添えていただいた上で、あと本文はもう自由です。こういう感じで、俺がアップバンクに入るんだったら、これをやりたいとか、俺がアップバンクに入るんだったら、こういうジャンルに挑戦したいとか、いろんな意気込み、添えていただいて構いません。ぜひともそういう声もですね、聞かせてください。そういうものをですね、まとめていただいてメールにしてください。で、メールの宛先なんですけれども、こちらでございます。hr@appbank.net です。hr@appbank.net です。こちらのメールに対してこれらをお送りくだされば、応募は完了となります。で、今回の募集なんですけれども、期日を、設けておりまして、ちょうど1週間です。約1週間です。2月の16日日曜日、23時59分、締め切りでございます。期日は2月の16日日曜日、2月の、16日、もう一回言っちゃった、2月の16日日曜日23時59分が締め切りとなっております。ご興味持っていただけた方、この瞬間もう働いてるから、例えば仕事をね、辞めるにしても時間かかるじゃないですか。なんか即日来てほしいとか、まあ本当相手によって働き方とかスタートタイミングとか、もう本当全部ご相談なので、その無理していただく必要はないです。まあただタイミング的にちょっと離れすぎてると、今回はちょっとご縁がなかったですねみたいな話になるかもしれないんですけれども、我々もですね、よりこう自分たちが、今回一緒になってアップバンクをこう盛り上げてくれる人、非常にこううちの会社とか、企業文化とか、まあ目指すべきところですね、アップバンクはこういうことを目指して頑張るんだみたいなところに、まあよりマッチする人、共感いただけてマッチする人と、一緒に働けたらというのを強く、思っておりますので、今回はもしかしたらタイミングじゃないかもしれないけれども、あ、そんな感じでアップバンク募集ちょっとまたかけてんだなみたいなことを今思っていただいた方はですね、まあタイミングじゃない方もですね、じゃあいつかはちょっと挑戦してみようかなとか、それが半年後か1年後かわかりませんけれども、ワクワクしながらですね、引き続き、アップバンクであったりとか、マックスのチャンネルであったりとか、弊社のいろんなコンテンツをですね、ぜひとも楽しんでいただければ幸いでございます。改めてですが、今回、業務内容として、募集かけているのは、あ、そうだ、これ言っとかなきゃ。動画で募集かけておりますけれども、動画のチームを募集しているわけではございません。動画チームではございません。appbank.net、メディアですね。あちらの方のコンテンツ制作に関わる人を募集しております。コンテンツ内容を決め、制作し、PV、目標設定をした上でそれらを管理する、こういったことをやっていただきたいと思っています。今アップバンクでは、ゲーム攻略とか、アプリの紹介とか、あとは日々のね、ニュース、日常のニュースとか、さまざまなものをコンテンツとして配信しているんですけれども、今、アップバンク自身、どのようなメディアに今後していこうか、まあどういうような価値を、読んでくださる皆様に提供しようかということをですね、みんな必死になって考えています。で、今後おそらく、ジャンルをもう一回こう切り直してですね、多分チームを再編して、で、チームごとに、まあ様々な企業の皆様とかと、まあ提携、まあパートナーシップ組むこともあれば、様々なところに取材に、まあ飛び交うようなこともあれば、まあより魅力的なコンテンツを、まあ、作っていこうというような話をですね、もうほんとずっとしてるんです、ここ最近。ぜひともそこの仲間にですね、入ってくだされば幸いです。皆様からのご応募、お待ちしております。締め切りは2月16日23時59分です。今回の募集は、募集定員は数名です。今回の募集定員は数名です。すべての皆様
とですね、その面接ができるかとか、すべての皆様に対して採用って言えるかっていうと、ちょっと、席にはちょっと限りがいってあるので、添えない場合もあるんですが、まあ今回仮にもう先に言っちゃうのもなんなんですけども、今回仮に残念だったとしても、まあいつかね、ご一緒に働けることを楽しみにしています。では、最後までご視聴ありがとうございました。